くるっちゃん、くる、なんだ、紅茶負けたのか。くる、くるちゃん、くるちゃん、くるちゃん、お昼寝でしか、お昼寝でしか、くるみたん。受け答えがデーブ大久保さん、ちょっと以前よりわかるんですが、明るくなったのかしら、どうなんでしょう。